どうも、高井です。今回ただの本の開封動画なんですよ。開封とは何ぞやって話ですね。こんな感じでビニールに囲まれて送られてきたんですよ。ダイレクト出版の本です。本体価格が 27,091 円で税込み 29,800 円。まあお高いよね。高いこともあってハードカバー、普段ダイレクト出版の本でソフトカバーの方が多いんですが、お高いものほどハードカバーになってたりして、すごい厳重に包装されて送られてくるわけですね。どれくらい大きいかってなると、まず文庫を今まとめてるこの本だとこんなに違います。でハードカバーの本だと、一般的なハードカバーの本と比べると横幅こんなもん違うし、ほら縦もこんだけ違う。で私が要点まとめ読み上げで使っているルーズリーフバインダーはこんな感じなんですけど、ほらほら、もうほぼほぼ一緒の大きさです。それくらいでかい。でカラーボックスの横幅がこうやって寝かしておく分に縦幅がね足りなくって、寝かしておくしかないんですよね。で開封していきます。結構ねこんな感じ。そう、ダイレクト出版の本って文字は読みにくかったりするんですけど、かなり丁寧にまとめられてますね。しかもこういうハードカバーの本の中でも特に丁寧に作られている印象です。これから読んでいってコツコツ読んでいって、アウトプットはさすがに私の動画ではやらないかもしれませんけど、サムネイルに反映していこうかなって思ってます。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それで